皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。みやす。ということで、今日はこの間久しぶりモスバーガーに行って、枝豆コーンフライっていうのが新商品で出たので食べてみたんですけど、今日は久しぶりの再現レシピということで、自宅でも手軽で簡単美味しい枝豆コーンフライを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。冷凍の枝豆を解凍し、実を取り出します。枝豆は冷凍の状態で 200g、 取り出した状態で賞味 100g 用意してください。実を取り出したら 600W の電子レンジで1分ほど加熱し、フォークやマッシャーで粗めに潰します。枝豆を潰したら、木綿豆腐 100g の水気をキッチンペーパーで拭き取り入れ、豆腐がペースト状になるまで潰しながら混ぜます。豆腐を混ぜ合わせたら、ホールコーン 100g、 塩1つまみを入れ混ぜ合わせ、米粉大さじ2を入れ混ぜ合わせます。米粉がない場合は片栗粉で代用してください。水分が多くてまとまりが悪い場合は、様子を見て米粉を足してください。材料を混ぜ合わせたら、ポリ袋にパン粉を入れていただき、細かくします。細かくしたら、バットに広げ、合わせた材料を5等分して、小判型に形を整え、パン粉をまぶします。パン粉をまぶしたら、フライパンに並べます。形を整えてフライパンに並べたら、食材が半分浸る程度まで油を流し入れ、強めの中火にかけ油を温めます。はい、では油が温まってジュージューと音がし始めたら、火を中火にして両面が色づくまで途中で返しながら加熱します。では両面が色づいたら完成なので、バットやキッチンペーパーに取り出して油を切ります。では油が切れたら完成なので、あとはお皿に盛り付けましょう。中はこんな感じに出来上がってます。はい、ではこんな感じでお家であの人気ファーストフード店の味を再現、枝豆コーンフライの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は自宅でもお手軽にあの味を再現、枝豆コーンフライを作ってみました。それでは本日は赤玉パンチで乾杯。乾杯。ポリフェノール。じゃあ早速いただきましょう。先日久しぶりにモスバーガーに行って、新商品で出たので、ちょっと食べてみたんですけど、すっごいね、ほんと枝豆の味がしてて美味しかったので、今回はそれっぽく再現しながら作ってみました。じゃあまずね、もうこのままガブッといただきます。
じゃあいただきます。うもろこし、あ、ぽい。商品名が枝豆コーンフライっていうだけあって、ほんとこう枝豆とコーンだけのシンプルな味わいなんですけど、すごいたっぷり枝豆とコーンを使ってある商品なんですけど、冷凍の枝豆やホールコーンをうまく使いつつ、自宅でも手軽に簡単に美味しく再現できます。でコーンは結構そのまま形が残っているんですけど、枝豆は潰したような感じになっていて、まあ、それによってこうペースト状になって全体がまとまると思うんですけど、全量枝豆にするとちょっと枝豆感強すぎてかなりくどくなるので、少量豆腐を入れることによってうまくつなぎになりつつ、枝豆の味もしっかり残って美味しく仕上がります。枝豆は冷凍の塩茹でのもとを使っているので、ほんと味付けの塩少量でもしっかりと味があり美味しく仕上がります。でつなぎに米粉を入れることによって、ほんのりこうもちっとした食感に仕上がり、中に入れた米粉と周りにまぶしたパン粉で外側はカリッと仕上がります。で外側にまぶすパン粉はそのまま使わずに細かくして使うことで、まあ、本気のやつもそんなこうパン粉の食感を感じないというか、まあ、ネットにはねパン粉使ってあるってあるんですけど、パン粉つけてるのくらいの感じでした。なので細かめにすることでサクサク感はあるんですけど、本気のような衣の感じに仕上がります。加熱する際も形を整えて、もうパン粉をつけたらフライパンに並べてしまうことで、まあ、少ない工程かつ少ない油で自宅でも手軽に作れます。じゃあちょいマヨネーズつけていただきます。うん、シンプルにそのままで食べていただいても美味しいですし、お好みでマヨネーズをつけても枝豆やコーンにあって美味しく食べられます。なんか普通に買うと結構なお値段しているので、まあ、自宅で作ると安価にたっぷり作れます。で、まあ、買った時はねちょっと高いなって思ったんですけど、やっぱ作ると高い理由がわかりますね。めちゃくちゃ枝豆使ってて、枝豆って結構高いので、それくらいほんと枝豆をたっぷり使った、枝豆の旨味がぐっと詰まった美味しいレシピになってます。ちょっとこうね豆腐を入れることによって自宅では節約して作れます。うん、はい、ということで今日はあの人気店の味、枝豆コーンフライをそれっぽく再現しながら作ってみた動画でした。たっぷりの枝豆にコーンの風味がよく合い、豆腐をつなぎにすることで自宅でもお手軽安価にそれっぽく作れるレシピになってます。ほんと少ない油で揚げ焼きするような感じで作れますし、ちょっとこう夕飯の一品欲しい時にも食卓に出せるような美味しいレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、豆コーン。この美味しさ、プライスレス。